はい、どうも、こんばんは。ですね、今日はですね、前も夜中の1時前ですけど、僕の、リングっていう曲の、ちょっとこの2003年に出たですね、この、曖昧生活向上計画という僕のアルバムの中に入っている、リングという曲があるんですけど、その曲の、音源こそね、差し替えないんですけど、昔の、音源を、出してきてですね、ちょっと、リミックスしようかなと。リミックスってことでもないですね。ちょっと音をちょっとこう、いろいろいじってみようかなと思って、おりますと。ちょっとね、もともとこれキューベースで作ってて、キューベースの SX っていう、ちょっと古い今の現行のキューベースの1個前のバージョン、1個前っていうか、その、もともとキューベースって、その VST っていうのがつ後ろについてた時代に僕は使ってて、で、4.0 とか 4.5 まであったのかな。それの後に SX っていうのが出たんですよね。で、その後、今のキューベースプロの、現行の5とか6とか今11ですかねまで行ってるんですけど、僕はもうその頃からもうちょっとスタジオワンに、多分キューベースの5ぐらいかな、でもうスタジオワンに切り替えて、現在に至るなので、その時代のやつをちょっとこの、現行のキューベースで読み込むっていうのもちょっとこれが難しくて、それを SX のものをまず、現行のキューベースに持ってきて、で、それをスタンダードミニファイルで書き出して、スタジオワンの方で、引っ張ってきたと。ということで、ミディはそうなんですけど、オーディオっていうのは基本的にね、WAV で書き出せば、同期さえ取れてればね、テンポさえ変わってなければ、うまくいくということで、一応こういう感じで、一応ミディはね、ここに入って、全部は書き出してないんですけど、ちょこちょこっと出してると。で、ちょっと、リバーブ足してみたり、軽くミックスしておきましたというのを、一回聞いてみてください。こんな感じ。
シーケンスだな。ちょっとディレイ足すかな。ゴーストノート入れてんのね。ずっと入ってんのこれね。チタッチタッってね、スネアの前に入れたりする。結構こだわってたな俺。もう今全然やんない、めんどくさくて。
らえるこれ。パンチが欲しいよね、パンチが。パンチが欲しい。どうしようかな。これでちょっと。
ですね。ちょっとスピーカーで音を取ります。
はいはい、いいですね。あのローが出てない感じはとってもなんか2000年初頭はまあドンシャリっぽかったのかどうか、まあクリアにはなったと思いますね。うん、チャンチャンチャチャンチャン、やっぱいい音だな。消えないよ。どうした冷蔵庫に歩き
はい、ということでですね、終わりましたと。まあこんな感じですかね。もうあまり、そんなに複雑なことはもうやらないと。ね。まあやったところでね、なんか今っぽくなりすぎてもあれなんで、これがまあ2021と、まあ2021リングということでですね、以上でございます。はい、ということでね、今回は30分ですね。はい、どうも、ご視聴の方ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、もしこの動画が気に入っていただけたらよろしくお願いします。それではおやすみなさい。